あれだよね、裏トークみたいなやつだよね、うん、やだやだ。あの年末大放出かな。もうやばい。あの止まれんのいらんない、開発して蹴っても。誰もいなかったね。ガンフリーだった。そこら辺なんじゃない。確かに誰が辛かった。誰のマークからパスパスわかんない。ジムさんがん、お前が来たから。ジムさんが来たから。パス出したのが誰ってこと。パス出したやつ誰がついてたの。わかんない。わかんない。うん、ドフリーだった。いや、もらった方がドフリーだったけど。そう、もらった方がドフリーだった。誰か見てなかった。見てなかったって。いや、そうですね。そんな誰とか見てなかった。やっぱ見るとこが甘いね、僕らは。そうです。よし、
こでしゃがむよね。早い。まあ、今あれ典型的なアップにしてたら追いつかないパターン。そこまで分かった。もうやらなかった。下手だね。いやめっちゃいい位置来た。シュートめっちゃね、これいいの、いない、いるいる。なんか PK みたいな。連携せんのかな。取るな、先取る。うわ、惜しい。行け。てかジャガーなんとかって今なんて言った。押し込めよ。押し込めよ。あ、トゥーさんだ。トゥーさん PK 外したんだっけ前。外してください。そのここでここか。ドキックでいけんのかな。喋ってるじゃん後ろで。本当だ。ヒロム下がりすぎだって。2-2 か。かかんない。いや、しかもトゥーさんいいシュートだったっていう。いや、ヒロムのゴール見たいな。ね。バレねえな。欲しいな今。ビブスまたし失敗。なんだ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 。出た。ドヤだね。ドヤ。審判ドヤ。俺高校の時出たんだ、フットサル大会みたいなサッカーチーム、あ、中学の時だ。あそこで勝たなきゃ知らなくて適当に勝ったイエローとされて。お前が？長男やった。ドヤって出してくれる。こうある。なんか俺らの先輩が強くて関東まで行ったのその大会前年。俺は優勝候補で出たんだ。リーグ予選敗退。奇跡。マジかよ。先輩が強すぎた。よくあるやつ。あるある。あいつら去年優勝して関東まで行ってんぞってなってやってる。そう、大したね。あれ好きだよ。間絞ってないからね。ああ。しょうがないのか分かんない。スペース埋めなきゃいけない。あれがするんだ。ああ。疲れるけど。あ、ごめん。しっかりあそこはね、マンツーマンだから行かなきゃいけない話だけど。うん。難しいところだな。10分経ってる。
いいよ。待って、4じゃない？ファール。決めんじゃない？あ、ファイブファール溜まった。おじさんとしたらいい。どうすんだこれ。おっ。